地震の年表地震の年表過去に起きた日本の主な地震の信号。赤、M7 以上、それ以外の地震で、青、死者あり、紫、最大震度6以上。日本列島周辺のプレートの模式図。複数のプレートが互いに衝突し合うという複雑な構造になっている。簡単に言えば、日本で地震の発生が非常に多いのはこのためである。 東北地方太平洋沖地震の M9.0 の本震の CMT 解本口は日本における地震の年表である。現在の日本領内にて発生した主な地震の記録を年表形式で記載する。基本的に地震の名称とともに被災した地域や被害の規模を列挙しているが、特に名称がない地震や名称がわからない地震については代わりに震源地を記載している。地名は 現在のものを用いるか、当時の地名とともに、現在の地名を平記する。年月日や時間はすべて日本時間で表記している。なお、西暦表記は1582年10月4日以前は、ユリウス暦1582年10月15日以降は、グレゴリオ暦で表記している。また、地震発生当時に旧暦を用いていた場合、太陽暦に換算している。 この年表では以下の基準を満たす地震を記載している。マグニチュードの値は1924年以降は気象庁マグニチュードあるいはアメリカ地質調査所気象庁または金森らの推定によるモーメントマグニチュードである。津波マグニチュードは安倍による。1923年以前は多くが川角または宇佐美あるいは宇つによる推定値である。 1923年以降の震度の値は、気象庁震度データベースによる。地震の文字による記録は416年から始まる。文字以外では、堆積物によって地震の発生が推定されることがある。地震年表では、前後の時代と比較し、旧世紀に地震が増加している。これは、実際に地震が多く発生したのではなく、中央集権体制が整い生者側が、 積極的に情報を収集した人為的効果の可能性が考えられている。記録が疑わしく存在が疑問視されている地震もあり、疑問視されている記録には印を付している。日本周辺で発生したマグニチュード5.5以上の地震蒸気の地図の範囲と、ほぼ同じ統計119度から統計150度。 北緯二十度から北緯四十六度の区計の範囲で1九百年から二千十六年末までに起こった地震は、ユスグスの地震カタログによると、m 八点零以上が十四回、m 七点零から七点九が百六十三回であった。1二千三年九月十七日に、気象庁マグニチュードの算出方法が改定され、これに伴い九百二十四年以降に発生した。 ほとんどの地震のマグニチュードも改定された。このため、マグニチュードが改定された地震については、改定前の値を括弧書きで平記している。気象庁震度階級については1995年の兵庫県南部地震において、従来の震度測量法の問題点が示されたため、それまで体感震度と計測震度を併用していたものを、1996年4月からは、 すべて計測震度計による、機械観測で判定することになった。また、1996年10月からは、震度6、震度5がそれぞれ C、弱の2段階に分けられた。中二2003年9月17日に、気象庁マグニチュードの算出方法が改定された。これにより、マグニチュードが改定された地震については、改定前の値を括弧書きで平気している。 10、2003年9月17日に、気象庁マグニチュードの算出方法が改定された。これにより、マグニチュードが改定された地震については、改定前の値を括弧書きで併記している。観測史上最大規模の地震は、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震で、モーメントマグニチュード9.0の超巨大地震であった。 近代観測が始まる前の歴史地震では、1707年の宝永地震、1611年の慶長三陸地震、869年の上岸地震、684年の白鳳地震も M9 クラスの超巨大地震であった可能性がある。陸域で発生した震源の浅い地震では、1891年の農美地震が M8.0 と推定され、 観測史上最大とされる。海溝型地震である1923年の関東地震も震源は陸域にあり、M7.9 の巨大地震だった。歴史地震では1586年の天正地震は震源などが不明だが、農美地震をも上回る広大な範囲で被害が記録されており、M7.8 から8.2と推定されている。ありがとうございます。